会任者は、HBO で放送された、ファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第6章、冬の強風の第3話である。デイビッド・ベニオフと D.B. ワイスによって脚本が書かれ、ダニエル・サックハイムが監督した。タイトルは、第4章第4話の、制約を果たすものと対応なしており、一度死んだことで、ナイツ・ウォッチの、死ぬまで務めを果たすという制約を破るジョン・スノーを。 刺している。復活したジョン・スノーは反逆者を処刑する。離婚がラムジーに引き渡される。ブランは父が妹のリアナを救出した過去の現種を見る。アリアは視力を取り戻す。サムはジリと船でオールドタウンに向かう。ティリオンはハーピーの息子たちの陰に他の奴隷都市の親方たちがいることを知る。蘇ったジョンはダボシーワースと メリサンドルと話す。ジョンは、オリーに刺されたことを覚えていると、ダボスに語る。メリサンドルは、スタニスが約束の王子だと信じていたが間違いで、あったと認める。ジョンは中庭に降り、トアマンドや、エディソントレットラに迎えられる。あとにジョンは、アリザー、ソーン、オセルヤーウィック、バウエンマーシュ、オリーを公式系にする。アリザーは死ぬ前に、 ナイツウォッチのために正しいことをしたと言い,い、自分はこれから眠りにつくことができるが、ジョンは一生戦い続けるだろうという。ジョンは街頭をエッドに与えて、黒の城を任せると言い,い、自分のナイツウォッチとしての務めは終わったと言って去る。サムはジリーとその子と共に船でオールドタウンに向かうが、船酔いに苦しむ。知識の城に女は入れないため、サムはジリーとこに、 自分がメインスターの訓練を受ける間、故郷の格納家城に住んでほしいと願い、ジリは承知する。ブランと三つ目のカラスは、原始の中で過去に旅し、ロバートの反乱の間、若き父エダードとハウランド・リードラ北部人が、銅の喜びの塔に旅し、リアナを救い出そうとするところを見る。赤月の剣と呼ばれる王の盾のアーサー・デインとジェロルド・ハイタワーが北部人を、 阻止しようとする。エダードは、今日王エイリスと、レーガーは共に死んだと言い,い、アーサーがなぜトライデント側の戦いにいなかったのか、尋ねる。アーサーは塔に止まるよう命じられたからだと答え、戦いが始まる。アーサーは両塔を振るって、多くの北部人を倒して優れた剣の腕を見せ、北部人は、エダードだけが残る。ブランはなぜ父が勝てたのかいぶかる。倒れていた、ハウランドが、 アーザーの後ろに忍び寄って後ろから担当を刺し、エダードがとどめを刺す。塔から女の悲鳴が聞こえ、ネットとハウランドは塔に入る。ブランは三つ目のカラスの静止に背いて、父の名を呼び、ネットの耳に届いたように見える。ブランと三つ目のカラスはビアウッドの木の洞窟に戻り、ブランは塔で何が起きたか知りたがる。 三つ目のカラスは一つの場所に泊まることは危険であると言い,い、いずれブランは洞窟を去ることになるが、その前にすべてを学ばなければならないと語る。デナーリスはカールモロの部下に連れられてバエスドスラクにつき、族長のヤモメヒの長老と会う。長老は自分もまたかつて偉大な族長と結婚し、一時は世界を支配すると思ったという。バエスドスラクには族長が集まって、 どの都市を侵略すべきか、また、デナーリスを、どう処遇するか話し合うという。バリスは、ハーピーの息子たちに味方した女、バーラを尋問し、息子のことを持ち出して脅す。ハーピーの息子たちに怯えるバーラに対し、親子で、ペントスに脱出させると申し出て、情報を得る。ティリオンが、グレーワーアームとミスサンデーと会話を試みるところに、バリスが来る。バリスは、 ハーピーの息子たちの影には、ユンカイ、アスタポア、そしてボランティスの奴隷を所有する、親方たちがいると聞き出したという。グレーワーアームはこれらの都市を攻めるべきだというが、ティリオンはミーリーンの防備が手薄になると言っていさめる。黒と白の館に戻ったアリアスタークは、フロージと傍術の稽古をし、問われて、かつての名前、家族の名前、そして殺すべき人間のリストを語る。 リストには、サーセー、クレガー、ウォルダーフレーがあるが、ハウンドは、外れている。フロージの棒を初めて防いだとき、ジャクエンフイコールガーは、名前を言えば、視力を戻してやるという。アリアは誰でもないと答えるが、ジャクエンは飲み物を与え、アリアに視力を返す。クアイワーンは、バリスから受け継いだ子供のスパイである、小鳥たちに命令を与える。 ジェイミーとサーセイがマウンテンを連れてやってきてあらゆるところにスパイを送れと命じる。後にサーセイとジェイミーは王の手である王子、ケバン、メイスタイレル、オレナ、パイセルの商標議会に無理やり入り込む。二人はエラリアサンドとスナヘビがドーンを手に入れ、ミアセラを殺したことを話し合おうとするが、ケバンらは拒否した部屋を出て行く。トメンは王の盾の騎士を連れて、ハイスパローに会い。 母サーセイに姉ミアセラの墓参りを許すよう要,要求する。だが、ハイスパローは裁判が終わり、食材が済むまではダメだと拒否する。ハイスパローは七神聖教の申請の一つ、ジボの話を、都面に語る。グレートジョンの息子のスモールジョン・アンバーがラムジーとハラルド・カースタークに会う。ジョン・スノーが野人に壁を通過させ、南に攻めてくるという。 ラムジーは忠誠を誓えば援助するというが、スモールジョンは忠誠を拒否し、ラムジーが父、ルースを殺したことを知っているという。スモールジョンは贈り物があると言い,い、オシャとリコンスタークを引き渡し、落としたシャギードックの頭を見せて離婚であることを証明する。原作者との話し合いにより、未完の原作、冬の強風に基づいて脚本が書かれたが、アリアのストーリーラインは、 奇葩のリュートの舞踏にサムウェル・ターリーが知識の城に向かうシーンはランカラスの共演にエダード・スタークが喜びの塔に行くシーンは七王国の玉座に基づいている。スペイン・グアダラ・ハラ県のザフラ城スペインのグアダラ・ハラ県のザフラ城が銅の喜びの塔の舞台として使われた。本エピソードは728万人に視聴された。 第68回プライムタイムエミュー賞で本エピソードは編集賞シングルカメラドラマシリーズ部門にノミネートされた。ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズディレクターズリビールドフォーミステリアス、シーズン6エンターテイメントウィークリー2015年6月26日閲覧ポーター、リック、サンデーケーブルレーティングス、ゲームオブスローンズ、ステディウィズエピソード3 tb by the numbers 2016年5月10日閲覧ありがとうございます。